んにちは、ステリーカムの池田です。ここは今、2015年の、ティフィンのブースです。今年の新しい商品は、ステリーカムの M1 システムです。で今回今ケイティさんが、デモンストレーションしてくれて、うちの オペレーターの、ケイティなんですが、彼女が今デモンストレーションしてるのが M1、 これはシニのセットアップになってます。でシニの方は今回ちょっと Can you turn it on the other side? Great. 今回、TV、トランスビデオの8インチのモニター、して今度これはローモード用のモニターなんですが、逆さまにしたときにちゃんとモニターが下向きでちゃんとモニターが見れるようになってますね。今回アリのアレクサで、これはトランスビデオのトランスミッターになってます。今回 M1 が新しく紹介されたんですが、この M1 っていうのは分解できるシステムになってます。だから下の部分も取り外しが可能して、次出てくるその3ポストも交換できるようになってるんで、今後いろんなアップグレードも可能ですし、修理の時も簡単にできるようになります。今回ちょっと ステージの方を見てもらいたいんですが、ステージの方は D タップも2つありまして、タリーしてまた2つここにパワーがあります。そして後ろの方を見てもらうと分かるんですが、 Sorry, the back side、 HD のラインが3つ、カメラパワープラスまたサイドにアクセサリー用のパワーだ、パワーに関してはいろんなコネクタがついてるんで、そのいろんなオプションが可能、もっと簡単に取り外しパワーができるというのがまた利点ですね。で今回ティルトヘッドも簡単にできるようになってるんで、こうつけてる間にこうティルトが可能になります。簡単にティルトをして、少しの微妙な調整はしていただいて、簡単にティルトができるようになると。そうですね、そこがメインですかね。さっきこれは今回はこの機種に関しては、ブロードキャスト用にセットアップしてありまして、リターンがついてると。これはやっぱディレクターが何を見てるか見なくちゃいけないのと、あとタレントさんがちゃんとセリフをちゃんと間違わないようにプロンプター付きのやつで、してこのキャットさんが日頃やってるシステムに近いセットアップになってます。同じシステムなんですが、アクセサリーによってこう雰囲気が変わりますので、だいぶ同じ機種です。はい。Now he's just kind of going through the whole thing. Tell? これダブテールでアクセサリーとかここに、例えばサードバッテリーとか、あと、レコーダーとかもしつけるんであれば下につけていただく。はい。Oh, index? Yeah, we didn't talk about that. But... No, no, but we spoke about that on a different version. Good. Thank you. All right.はい、今回キャットさんがつけているのはエクソベストで、普段今までのベストと違ってミッドセクションがないと、だから肩と腰だけになってます。で後ろを見てもらうと分かると思うんですけど、 Sorry, 2つの前に2つ、後ろに2つ、してここにピビットがあって、こう体によって動くようになってます。 Oh, that's perfect. Great.でこの歩くときに腰にちゃんと合わせて動けるようになってるんで、よりその人間の体に近い動きを再現できると。ベストをつけたままでも。はい。Good. Thank you.